知らないよ。無理だ。涙だって。自分でもびっくりするぐらい。これ俺の曲知りません。 CD あります。オリンピック選手とかはちょっと思ったりしたことはありますね。完全制覇よりはもうめちゃめちゃ嬉しかったですね。おはようございます。おはようございます。長野さんが YouTube 珍しいです。はい、まあね、あんまり得意じゃないけど呼ばれたんで。今日は100の質問です。100ですか、多いっすね。みんな言ってたような気がする。名前は長野誠です。名前の由来は知りません。それ聞いたことないですよ。これまで付けられたことのあるあだ名は、マコとか、あの中学校の頃はミスターって呼ばれてました。はい。出身地は宮崎です。生年月日は47年3月30日です。身長は162センチです。血液型は B 型です。お仕事は一応船乗りです。なぜその職業に。知り合いの紹介で。朝食はご飯派、パン派。ご飯派ですね。好きな食べ物は。麺類とか大好きですね。麺類とか刺身とかエビとか、まあそういう感じ。嫌いな食べ物。玉ねぎです。玉ねぎ煮たり焼いたりしたら食えないですよ。生食えるんですよ。普通逆です。普通逆なんですけどね。おかしいでしょ。おかしいんです。得意料理は。得意料理、料理なんてあんまりしたことないですね。煮付けとかそういうのはしますけど。1ヶ月同じものを食べるとしたら。まあ卵も結構好きなんで、卵か、まあ、豆腐とか食べやすいかもしれないですね。豆腐とか。コンビニでつい買ってしまうものは。甘いもの。めっちゃ甘いものが好きで、いつもこう、あの両手いっぱい買ってきて、でいつも嫁から怒られるんですよ。好きなおにぎりの具は。昆布とかツナマヨとかエビマヨとか、うん、そういう感じです。好きな色は。黒。好きなテレビ番組はサスケ以外で。サスケ以外で。モニタリングとか、まあ、金曜ロードショーとか、映画好きなんで。好きなアーティストは。長渕剛さん。剛さんとも会って握手もしたことあるんですよ。すごい。はあ。子供の頃好きだった漫画やアニメは。よく見てたのは漫画日本昔話とか。知らないやろ、知らないやろ。知ってる。坊やーっていう。子供の頃の夢は。オリンピック選手とかはちょっと思ったりしたことはありますね。もう本当に小学校3、4年ぐらいからもう俺漁師になるって言ってたから、その前ぐらいはまあちょっとそういうオリンピックとか選手とかっていうのはありましたね。何の競技である。体操ですね。学生時代の部活動は。小学校の頃野球とちょっとだけ柔道と機械体操をちょっとかじったぐらいで、あと中学校ではあのうちの兄貴がバレー部だったんで、そのまま一緒にバレーに入った感じです。最近の自分の新発見何がありますか。最近の自分の新発見、いやないかな。そんなそんなんないかな。ないでいいですか。言われて嬉しい言葉は。すごいね。好きな絵文字は。笑った時の涙の子。子供の頃から変わっていないところは。負けず嫌いっていうのはあるかな。チャームポイントは。チャームポイントないです。チャームポイントは十分ないです。何フェチ。フェチ、うちの子なんか布団の角を触るのが好きだったとか、そういうのあるから、そういうフェチですね。ないですね。理想のデートコースは。遊園地とか行って、まあ映画館とか行ってドライブしてっていう感じですかね。
そんなにあの経験ってないんで、そんなデートっていうデートはない。いや、あんまりしてないですね。子供に言われて嬉しかった出来事は？仕事から帰ってきて、パパおかえりって、この言葉だけでもなんかすごい嬉しいですね。言われてショックだったことは？ショック、そんなに子供から言われてショックっていうのはないですね。反抗期はないですけど、まあ俺がガッと怒るときは怒るんで、そんなに反抗するっていうのはあんまりないですね。自分の性格を一言で表すと？これ言っていいのかな。あまり人に興味がない。だから人の名前覚えないんですよ。ボケ派、ツッコミ派？ボケることの方がないんで、ツッコミ派。どっちかって言ったらツッコミ派かもしれないですね。直感タイプ、考えて行動する？ああ、それは直感ですね。怒ったらどんな感じ？クックっていう感じ。うんもすんも言わせないぐらい、うん、っていう感じで。最近泣いたのはいつですか？それはもう海洋がファーストクリアした時かな。中学年生、長野海洋14歳。はい、はい、はい。よかった。それ以来はまあ別に泣いてないかな。最近ハマっていることは？あの暇な時に絵を描いたり。俺こんなん描けるんだっていうぐらい、ちょっとね、自分でもびっくりするぐらい。これは絵を見て描いてるんですよ、絵を。実物を見て描くのはできないです。小学生が描いたぐらいの絵しか描けないです。似ていると言われたことがある芸能人は？昔は真田広之とかは言われてましたね。会ってみたい有名人？ジャッキーチェンとか。ジャッキーチェンは会ったよね。しかも会ってるよね多分。休日の過ごし方を教えてください。いやもう子供と一緒に外に遊びに行く、まあ、夏なら海に行ったりとか、もうかなりやり行きますね、キャンプとか。うん、周りの人によく〇〇と言われがち。どう思います？でもこっちからしたら男気がある。いやいや、それね、ないです。もう本当俺性格女なんです。もう嫁からお前女かって言われるんです。もう嫁の方が男なんすよ。朝のルーティーンは？子供たちを朝学校に出してます。私が夜は子供たちに宿題をしなさいしなさいしなさいって言うだけ。いや問題はできないんで。寝つきや寝相はいい方ですか？寝つきはいいですね。寝相も悪くはないです、うん。もしも生まれ変わったら何になりたい？一回は金持ちになってみたいな。100万円もらったら何に使います？貯金ですね。無人島に一つだけ持っていけるとしたら？ほう、俺だったらナイフかな。もしもタイムマシーンが使えたら？過去に行って人を救ってみたい。地震が来るから、津波が来るからって、もう早く逃げてとか言えるじゃないですか。まあそれぐらいですかね。お金を使うのが好き、貯めるのが好き？今貯めるほうかな。昔はもう本当に使ってたんで。昔は何？言えません。アウトドア派、インドア派？ああ、まあアウトドアですね。甘党、辛党？甘党ですね。甘え上手、甘えべた？いや、甘え上手ではないですね。自分は可愛い、かっこいい？この顔の濃いさは可愛いじゃないでしょうね。かっこいいの方でしょうね。人生一のモテ期はいつですか？いや、それ言ったらやっぱり完全制覇した後かな。自分だけのこだわりやマイルールは？トイレに出てくるときにスリッパをちゃんと後ろに揃えて出るっていうのはありますね。
家ではもう必ず 俺しかいない。何をしている時が一番幸せ？子供たちと遊んでる時かな。カラオケでよく歌う曲は？自分の曲かな。俺の曲知りません。 CD 出したんですか？ CD あります。え？男たちの魂と書いて歌っていう感じ。これはあのサスケにちなんで書いた詩で、サスケのことやったからペラ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 出て、ね、はあ、でちゃんとやっぱりギターとか弾いてたから、あ、ここサビの部分っていうのはもう分かってたんで。遊園地で好きな乗り物は？ジェットコースターとかバンジーとか、そういうちょっと興味あります。あの、あります、あります。ドライブに行くならどこ？私九州なんで、熊本に草千里っていうとこがあって、山並みハイウェイとかそういうとこは綺麗な道があるんですよ。そこは最高ですね。自分を動物に例えると？猿ですね。でも今は怠け者ですね。早口言葉に挑戦。早口言葉、俺絶対無理っすよ。バスガス爆発、これを3回、はい、バスガス爆発、ガス爆発、爆ガス爆発、爆無理やん。俺めっちゃ噛む、普通の言葉でも噛みますから。飛び切りの決め顔まで。決め顔、3、2、1。あのカメラ見れないっす。勘弁してください。これは座右の銘は？お前が未来で出会う災いは、お前がおろそかにした過去の報いだっていう言葉ですね。今ちゃんといろんなことをちゃんとしておかないと、未来でそういう災いが起きるよっていう、だからちゃんと今をちゃんとしとけっていう感じの言葉じゃないですか。に出場しようと思ったきっかけは？船に乗っ取って若い子がビデオ、一本のビデオを持ってきて、それを見せられたのが初めてのサスケで、俺だったら完全制覇できるよ、俺だったら完全制覇できるよって思って、冗談半分であの応募はがき出してみようかっていうことで出したのが初めてですね。もう1週間前ですよ。いついつあるんですけど、あの出れるでし、出れますかって言われて、いや1週間前俺社長にも言ってねえし、これ返事が来るとも思わなかったんでっつって、もう1回目断ったんですよ。あ、断ったんですか？1回目断ったんです。で2回目に絶対次お願いしますって、それが初めてですね。まさに筋肉の大量バタであります。俺だったら完全制覇できるよ、俺だったら完全制覇できるよ。もうそれは森本君でしょうね。サスケを背負ってるし、人間としてすごくいい子だし、私がなんかちょっとしたことを言うじゃないですか、そうすると綺麗にまとめて俺がこういうことを言いましたみたいな、いやそこまで綺麗には言ってねえけどねみたいな、気を使ってくれるような人間なんで、いやああいう子はいないよねっていう。まああとはね、いいかなっていう子は荒木くんとかかな。あのこういうこうやばい子好きなんですよ俺は。やばい子がもうすごい性格良さそうな子たちはすごい大好きですね。ライバルは山田さんかな。特に熱い若手選手はうちの子かな。うちの子か中島裕太くん。今の俺はもう完全に抜いてるんで、次の大会ではもうセカンドもいけるんじゃないかなとは思うんですね。サスケをやっててよかったと思うことは？それはもう本当にいろんな人と、まあ、関わりを持つっていうか、
こういうのにも取り上げてもらえるし番組にも出してもらえる、まあこういうことって普通ないじゃないですか。やっぱりそういうのはすごく嬉しいかなっていうのはありますね。サスケの魅力を一言で表すと、出ることによってやっぱり自分を発揮、いろんな人に見せれるって、これはもう本当に輝かしいことでしょう。サスケをしていて一番嬉しかった瞬間は、それはやっぱり前回の回をかな。いや自分のやっぱり完全試合よりはもうめちゃめちゃ嬉しかったですね。あんな可愛い時からサスケに来てて、それが中学になってあんねファーストクリアできる瞬間を見れたっていうのはもう本当に最高の日でしたね。逆に一番辛かった瞬間は、ちょっと辛かったなっていうのは、カイオが中1の時にあの行けなかったあの瞬間は悔しかったですね。中1で行ってほしかったなっていうのは、はい。サスケに出場してみた一番好きな景色はどこ？それは聞かなくていいんじゃないですか。もうそれはやっぱりね、あのファイナルステージの上ですよね。それは誰もが見れる場所でもないし、やっぱそこからの景色は制覇したものしか見れない場所なんで、そこがやっぱり一番最高な場所ですね。最近連絡を取った選手は、昨日山本さんかな。ちょっといろいろ話をして、はい、もし一緒に住むならサスケ選手の中で誰がいい？さっき言ったようにあの森本くんとか荒木くんとかそういうとこはいいですね。一番思い入れのある大会は、制覇した時か海洋のクリアか、海洋かな。過去に行ってやり直したいことは、あもっと勉強しなきゃねと思います。勝負ソングはロッキーですね。ロッキーの曲ですね。挑戦前のルーティーンはほぼないですね。サスケ本番に欠かせないこだわりの持ち物はないですね。そういうのもないですね。緊張のピークはいつ？いや緊張はもう俺朝からずっとしてるんですけど、一番のピークはやっぱりスタートする順番が回ってくるやっぱり10人目とか、もう無理だって、靴ひも結べないぐらいこう触れてたんですから、もう昔からこう俺が一番多分メンタルが弱かったです。収録が終わってからのご褒美は別にないですね。今の若い子たちなんか食い物とかそういうのに多分気をつけたりいろいろしてたんですよ。俺全然気をつけたりしなかったから、制限とかでも全然ないですね。もうラーメン食おう食おうが焼き肉おうが魚食おうが食いたいだけ食ってでやってたし、セットが何もない状態で練習するのに一番効果的なもの、今の自分からしたらまずファーストのことを考えて、持久力だからもう走り込み、これを人一倍やってやればいいのかなっていうのはありますけど。一番好きなエリアは、一番好きなエリアないですわ。あるわけないですわ。そういう立つ壁はもう無理だし。ねえじゃねえか、俺の得意なのが。一番嫌いなエリア、いやそれはそういう立つ壁でしょ。そり立つ壁もう一本、ここでタイムアップ。タックルまでやれてそり立つ壁なかったらいけるじゃないですか。今度のサスケにはもう本当に走り込んでファーストクリア頑張ります。サスケはどの筋肉が一番必要ですか？もうここ辺全体ですね。俺名前知らないですよ。サスケ筋とか言いますよね、みんなね。そうですね、サスケ筋です。自分の好きな筋肉は、自慢の筋肉、自慢の筋肉もうないですね。腹筋もブニョブニョだし、腕もこれ脂肪がついてるんでないですね。今チャレンジしたいことは、スカイダイビングとかしたいな。オールスターズで好きな選手、好きなシーン、
山田さん好きですね。山田さん好きで、やっぱりあれは忘れないですね。最後のサードステージのパイプスライダーから飛び移って横に落ちて。ステージはもう目前ですが、選手にとってこの距離、思いっきりジャンプしなくてはいけないの距離があります。お母さんがあーっていうあのシーンは忘れられないですね。この人の弟子になりたいと思って。弟子森本君かな。森本君いいけど俺がついていけねえわ。サスケ選手だからこそ友人やパートナーに求めること、もう無理じゃねって言われたくないな。そういう言葉、うん、もうやめたらとか、奥さんとそういう会話になった、まあそれはありますね。無理じゃないのって、もうやめたらって、できそうになかったらもうやめなさいよって、恥かくばっかりやんとか言って、そりゃそうだけど出れるうちは出たいやんって、だからそんな言わんでいいんじゃないのっていうのはあります。好き仲間からの言葉で響いた言葉や心に残っている言葉、それあんまりないですね。サスケ選手の中で付き合うなら誰、結婚するなら。あら、なんかさっきそういうこと聞かんかったっけ。一緒に住むなら。変わらんやない、変わらんやないかい。同棲は荒木くん、結婚は森本くんでいいわ。山本さん、ちょっとうるさ、山本さん、うるさ。山本さん、ちょっと天然。自分しか知らない仲のいい人の意外な一面や驚いた一面は。ない、うん、あんまりだからその人に興味がないっていうのがあるから。昔の自分から成長したなと思うことは。昔はね、結構カッカ、カッカカッカすぐ来てたんですけど、短期だったんですけど、今それないですね。誰よりも負けないと思うことは。もうないですね。昔はね、やっぱりサスケではそう思ってたし、もう運動系ならもう任せろっていう感じだったんですけど、まあもうないですね。自分に今一番足りてないと思うことは。努力ですね。これは本当にそう思う。俺ってやっぱりその若い頃からちょっと体を動かして運動やってて、それでサスケやって、もう自分のその感覚でやって、だから努力してないですよあんまり。これで落ちてきた時に努力することができなかったんですよね。なのでギャーンと落ちていって、もう体力もうすごくなくなってしまって、そういう人間はやっぱり努力を知らないともうダメですね。もし1日だけ他の選手と入れ替わるなら誰。岩本君にしましょうか。スケチャンネルで YouTube 作するのはどんなことでした。イッテ Q のお祭りとかあるじゃないですか。オールスターズとか、今の若手選手何人かでどっかの祭りとか出てちょっとやるとか、あとスポーツ選手、柔道とかレスリングとかそういうとこに行って試合をするとか。ね、誰が強いのかとか。将来の夢は。あと3-4年先ぐらいで兄弟3人サスケに出したいな。で俺も1回大会付き合って私はもう終わりと。サスケのない人生なんてつまらない。そりゃつまらんでしょう。多分みんなそう言うとは思うんですけど、漁師でずっとやってきてこのサスケに出会えてもう本当に人生変わったんで、サスケのない人生は人生じゃないです。はい、終了です。ありがとうございました。ありがとうございます。いやー、なかった。U-NEXT パラビコーナーでは出場選手100人のノーカット完全版が見られます。新作動画続々公開中。チャンネル登録よろしく。